よっ、いきなりだが俺のけん玉技術を見てくれ。これついさっき買ってきたんだけど、ちょっとね暇だから、クソ暇だったからさっき買ってきてやったんだけど、思った以上に俺上手くて、これもしかしたら特技にできんじゃねえかなって思うんだよね。ほぼほぼ初心者だけど、ちょっとねみんなビビると思う。でまずとりあえずこれでっかいところ、この受け皿がでっかいところやって、反対側のちっちゃいところやって、この後ろか、これ下なのか後ろなのかわかんないんだけど、ここに入れて最後これぶっ刺す。ちょっと動きがあれだけど、ぶっ刺すぶっ刺す。ここでまず一旦終了なんだけどさ、ここまではね俺余裕でできちゃうんだよ。初心者なのに余裕でできちゃうんだよ。ちなみにこのけん玉、日本けん玉協会で使ってきてるからね。ここ乗せる乗せる乗せる入れる。これ一回でもミスったらもうその時点で即動画終了するわ。まあ俺が下手っていうのでいいわ。その代わりここまでちゃんと刺せたら、そうだな、この動画見てる人、この動画見てるテレビの、テレビじゃねえや、パソコンやスマホの前のあなた方一人一人に俺の願い事一つずつ聞いてもらおう。じゃあ行くぜ。まず行くよ。まずちょっと待ってね、集中するわ。はい、行きます。まあここら辺はねミスらない、さすがに。はい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 、簡単簡単。ガチャガチャって言ってたけど今簡単簡単。ここら辺はみもう全然緊張しないもん。多分心拍数とか全然大丈夫だわ。早いな。はい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 、もうさ、カバカバじゃなくて2回目にカってからね、2回目にカってからね、みんな覚えてね、2回目にカだよ、2回目にカバカバっていうやつも下手だからね。そしてここ、ここがね正直俺一番ね簡単な気がするんだよね。はい、行きました、はい行きました、はい行きました。1回目カタカタ、2回目か、3回目カタカタ、そして4回目ですよ。でここここはね、難しいと思う人もいるんだけど、ポイントがあるんだよ、一つ。これ、そのまま投げて、やったら、ここら辺になっちゃって、こうなっちゃって、入らねえんだよ。もうディフィカルトね、ディフィカルト。ハードモードよ、ディフィカルトハードモードよ。だけど、回すことによって、球をね、こう、クランって回すことによって、一気にイージーに行くから。まあまあまあ、それは、実践あるのみっていうか、見てもらえばすぐわかると思う。いきます。回します。からの、ほらー、どうすごくね、すごくね。というわけでですね、まあ、ここまで成功しちゃったんですよ。ただみんな聞いてくれ、当初ね、なんか途中でミスって、ここら辺とか普通にミスって、あ、お前結局できねえじゃねえかよ、おい、できてねえじゃねえかよ、バカーみたいな感じで動画を終わらせようと思ったんだよ。普通にできちゃってさ、普通にできちゃったから俺この後のこと何も考えてないんだよね。テレビで見たスーパープレイやりますとか言ったけど、どんな技あるか知らねえんだよ、もう動画終わってる予定だったから。だから一個だけ知ってんのやるわ。この、なんていうの、この黒い球を、こっち黒い球を持ってこっちから迎えに行ってこうみたいな、こういう技あるよね、確か。こんなの、これをやるわ。これならなんかできる気がするんだよね。よし、これ決めたらさ、さすがにみんな褒めてもらえそうな気がする。どう持てばいいか、こうか、こうか、こうだな。いきます。ちょ、タイミングいい、自分のタイミングで。次だな。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まず、パソコンの人は、この画面上部の、チャンネル登録は、ここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分、あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人。スマホの人は、動画説明文の、チャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらない。これに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にある URL。そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ、俺の、肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど、肘治るんで、よろしくお願いします。